こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は DIY スケッチブックの第4弾です。もう4冊もスケッチブック作ってるんですね。これがですね、2回目に作ったスケッチブックを、今野外に、行く時に持って行って使っているんですけど、これがですね、その和紙だからだんだんボロボロになってくるんですよね。でこう穴が開いちゃったんでマスキングテープで隠してるんですけど、こうよく触るところは、破れちゃってますね。なので、今回は、こんな感じでビニールのカバーをかけました。これはよく図書館のね、本がこうくるんであるじゃないですか。まあ、これがいいな、このビニールがいいなと思って、同じものを探して、これでくるんでみようということですね。これまだちょっと貼り付けてないんですけど、こんな感じでビニールカバーでくるんでみました。そうするとこれ以上は破れないのでいいのかなと思って、今回はこれで製本をしてみようと思っています。それでは材料の説明をサクッとしたいと思います。用紙ですが、オリオンのシリウス水彩画用紙厚口 168g、 A4 を12枚、見返し用の和紙は A4 を2枚、厚紙は約2ミリ厚のものを、A4 より少し大きめのものを使っています。その厚紙をくるむ紙としては越前和紙で黒の B4 サイズです。もう一つ黒の画用紙が写ってるんですけど、後ろにポケットを作ろうと思って準備したんですけど、表紙に余裕を持たせることができなかったのでつけることができませんでした。それからジーンズ用の白い縫い糸、スケッチブックが広がらないように留めるソフトゴム、寒冷紗、花切れ、そして今回初めて使うカバーフィルムです。道具に関してはこんな感じです。それでは用紙を半分に折っていきます。今回も用紙を12枚使用しました。23見開き46ページのスケッチブックになります。次に目打ちで穴を開けていきます。画用紙に印をつけた定規みたいなもので4枚重ねて穴を開けていきます。見返し用の和紙を表を中にして折っています。寒冷紗をカットします。糸で縫っていきます。1枚目は並縫いの要領で縫っていきます。2枚目は下の糸をすくいながら縫っていきます。3枚目は1枚目と2枚目の間をくぐりながらチェーンを作るように縫っていきます。あとはその繰り返しで、12枚縫っていきます。3枚目からは曲がった針を使うととてもスムーズに縫うことができます。用紙を縫い終わりました。こんな感じです。本体の背にのりボンドをつけて、背を固めていきます。厚紙をカットしました。これがいつも一番大変な作業なんですけど、だいぶ慣れましたね。で最初は力を入れすぎずゆっくりゆっくりカットします。で溝ができたらだんだん力を入れても、大丈夫になります。和紙に厚紙を貼っています。2冊目の時は、薄ボンド、を塗りましたが、これらは紙なので普通の糊で、貼ることにしました。薄ボンドっていうのはボンドと水を混ぜたものですね。和紙に厚紙をくるみます。この時、斜めにカットするのではなく鈍角にカットするとうまくくるむことができると知りました。はみ出たところを爪でキュッと押してくるむとうまくいきます。見返しの和紙を本体に貼りました。これは薄ボンドを塗っています。花切れと寒冷紗を本体にのりボンドで貼ります。のりボンドっていうのはのりとボンドですね。カバーフィルムをカットします。上下は 1.5 センチずつぐらいしか余らないので、そのままで、左右は3センチずつ余分にカットしました。
カバーフィルムを貼りました。こちらは本来は製本してある本に貼っていくものなので、YouTube 上にも本への貼り付け方は、手順のビデオがあったんですけど、私のような貼り方をしている人は見つけられなくて、手順が分からずに、自己流でやっています。で、適当にやってるから、ゴミが入ってしまいました。まあこれでね、破れることもなくなるので、やっぱ貼ってよかったかなと思います。ゴムバンドを表紙の後ろ側右端につけました。前回同様、寒冷紗の余りを補強のために、上につけました。遊びの部分に、のりボンドを塗って、まず背を固めます。竹ひごがないので、今回も割り箸で代用しました。竹ひごってどこに売ってるんですかね。はい、最後の仕上げになります。見返しに薄ボンドを貼って、表紙に貼り付けます。この時理由はよく分かりませんが、寒冷紗を表紙側に最初につけるといいそうです。YouTube 上のどの動画を参考にしてもそのようにしていました。本で重りをして一晩置きました。はい、完成です。今回のポイントは、劣化を防ぐために図書館の本を真似て、このカバーフィルムを使用したことですね。肌触りはやっぱり和紙だけの方がいいんですけど、やっぱり書き終わった後も保管しておきたいものなので、丈夫さも大切かなと思います。で、手作りも回数を重ねてきたので、だんだん理想に近いスケッチブックが作れるようになってきたと思います。材料費や細かい道具を揃えるのにお金がかかるし、作業の時間も考えたら、いくらスケッチブックが高い効果だとはいえ、売ってるものの方がいいのかもしれません。まあ、でも私は、前回花柄の、布を使ってみたんですけど、色はやっぱり黒がいいなって思いますし、あと持ち歩くのでそんなに分厚くなくて重くない、この厚みがいいんですね。で、あとは、このサイズ感も A5 サイズが好きなんですね。で、今後はこのスケッチブックで揃えていきたいなと考えています。そうですね、あとはこの角をね、尖ってるので丸くできたら最高だなと思います。まあ、でもちょっとまだやり方は分かんないんですけどね。最後にお知らせをさせてください。ネイチャージャーナリングは、自然の中で出会った動植物や感じたことを絵や文章、記号を使って記録する活動です。今まで一人でネイチャージャーナリングをしていましたが、この活動を広めたいと思い、ネイチャージャーナル会 in 関東というグループを立ち上げ、仲間を募集しています。毎月一度、東京港野鳥公園でネイチャージャーナル会を開催します。初回は9月7日土曜日です。講師はいませんが、経験者がこれから始める人を励まし、支えていく会にしたいと思います。どの年齢の方でも、初心者でも、経験者でも大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。参加方法については、Facebook グループに参加していただくことをお勧めします。アカウントをお持ちでない方は、私のノートやインスタグラムでも告知を行いますので、そちらもご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。